ずっとやはりそういう意味だと準備はしてましたんで、はい、はい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 、いつでも行くぞっていう状態でした。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ監査法人さん入れて賞金返し。ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今日はですね、セールスロボティックス内山社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。内山さん。え、内山シャンって言っちゃった。はい、シャンさん。今日はありがとうございます。いい。と今回もですね、IRTV のキム社長からご紹介いただきまして、はい、キムさんありがとうございます。どうもキムさん、いつもお世話になっております。でまずちょっと自己紹介をちょっとお願いしたいんですけれども、はい、内山でございます。はい、皆さんこんにちは。セールスロボティクスという会社の代表をやっております。私はですね、大学卒業の時に、今の会社を作りまして、15年ぐらいですか、ずっとやっております。で僕たちの会社は、インサイドセールスというビジネスをやってましてですね、法人営業の、新規の開拓だとか、あと商談を作る、これをコールセンターと、あと IT の CRM を使った、これを組み合わせた形で新しい何でしょうかね、そういうクラウドサービスと組み合わせた形で提供する、こんなサービスを展開している会社でございます。今旬ですよね。どっちかっていうと旬ですね。タクシー広告でもね、ありがとうございます。オリラジさん使われて、使ってます、はい、あれいくらぐらいしたんですか。あれはですね、はい、結構してますね。結構と言いますと、制作費とか、はい、キャスティング代とかを入れて、はい、まず制作費だけですかね。はい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 、はい、あの辺で片手ぐらい。片手ぐらい、はい、なるほど。結構片手500、5000どちら、結構な金額ですね。結構な金額です。ベクトルさんでやっていただいて。ベクトルさん、あ、はい、そうそうそう、内山さん、売却というか MA されたのは、はいはい、東証一部のヒトコミュニケーションズホールディングスさんですよね。そうですね、そうですね。正確に言うと、はい、今ヒトコミュニケーションズホールディングスになってますんで、その事業会社であるヒトコミュニケーションズという会社に参加に入ったと、はい、なんで、ホールディングスからすると、今のセールスロボティクスは孫会社になるというイメージ。あ、なるほどね、はい、はい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 、なるほど。もともと M&A をエグジットゴールに設定されてたんですか。全く知らなかったですね。 IPO しか考えてなかったです。ああ、なるほどなるほど、はい、IPO するってのはやっぱ準備入るじゃないですか、はい、それを始めたのはどれくらいだったんですか。ずっとやはりそういう意味だと準備はしてましたんで、はい、いつでも行くぞっていう状態でした。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ監査法人さん入れて証券会社も。そうですね、今年新世紀で動いてたっていう感じですね。おお、はい、買収する側にとっては一番いいですよね、整ってますね、ちゃんと整ってますしっかり。そうなんですね、なるほどなるほど。それで なぜその MA の方に、まず MA をもうありかなと思ったきっかけは何だったんですか。僕社長にお会いした時ですね、今のホールディングスの安井社長に、はい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 、お会いした時に、はい、MA ありだなと思いましたね。と投資しちゃいますと、どういうというのはですね、はいはい、社会人経験ないわけですよ。今まで僕勤めたことないんで。ずっと社長やってるじゃないですか、はいはいはい、で社長やってきて、IPO を目指して、自分のビジネスモデルをこうやって広がることを目指してビジネスやってきてるわけなんですけれども、誰か の下に働くとかお使いするとかそういうイメージではなくて、なさそう。ないないない。やっぱり、自分でやっていくことに対してもうすごい思ってたんですけど、はい、社長とお会いした時にですね、もしかしたらこの方と一緒にお仕事するかもしれないなっていうふうにちょっと思いました。なるほどね、はい、次回また内山さんに来ていただきます、はい、また M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。